悲願花の幻想作品6は、日本の作曲家、八村岐阜が作曲したピアノ独奏曲である。1969年、東邦学園、子供のための音楽教室の移植により作曲された。1969年7月16日、子供のための現代ピアノ音楽集発表会において、田中節夫の演奏により初演された。作曲者本人は、 この曲について、この曲で意図しているのは、ある、透明で不吉な予感であるとコメントを残している。また、幼少期に見た、悲願花の持つ、予兆を感じさせる印象の影響についても触れている。大きく分けて、A, B, A, C, A の三部形式である。冒頭に現れる、F, E, D の三つの音がモットーとなっている。ペダルを踏んだまま、 FED のように、隣接する三つの鍵盤を押さえて行き、小さなクラスターを形成する三連音モットーに、続いて、単二度のぶつかりを鋭く連打するモチーフが現れる。モットーと連打モチーフが、それぞれ再提示されると、不協和音の連鎖的な上昇モチーフが現れる。このモチーフは、和音の最高音を拾い出した際に見られるギス A、D シスのような、 単二度の音程を軸にして作られている。不協和音を叩きつけ、フェルマータで消えていくと、CAC g ス s H という旋律に導かれて、B 部分が開始される。この部分の前半においては、A 部分に比して、広めの音程が用いられており、旋律的な動きが聞かれるが、ほどなくして、単二度音程を基本に置いた動きに戻っていく。不協和音が続いた後、 単二度音程のトリルが連続して響く中、半音階的に動く旋律が現れる。再び不協和音の連鎖が始まり、幅の広いアルペジオを用いて、クライマックスを形成すると、加速と減速を頻繁に繰り返す部分となる。これが、静かに消えてゆくと、A 部分の再現となる。冒頭の三連音モットー、単二度の連打モチーフ。 不協和音の連鎖的な上昇モチーフが形通りに再現される。突如、やや速度を早めて C 部分となる。うねるように上昇し和音を幾度も叩きつけてから崩れ落ちるような音形で一旦音が途切れると A フィスフィス D という二調調子和音の加工するアルペジオが静かに響き始める。この二調調の主題について作曲者本人は アフリカのブッシュマンの音楽に影響されたものであると述べており、ブッシュマンが親指ピアノで演奏しているフィスウェイフィスフィスという音景を風景画のようにはめ込んだと述べている。1969年の時点で三話音が解禁された前衛ピアノ作品はこの他には、松村定造のギリシアに寄せる二つの子守歌とサルバットオレシャリーノの二台の ピアノのためのそなたくらいしか見当たらず、新ロマン主義の先駆といえる試みであった。絶え間なく続くアルペジオに、次第に、別の蝶に属する音が混ざり始め、スタッカートでそうされる旋律が現れると、アルペジオに、H の音が混ざり、負荷6の和音のような響きを残して消えてゆく。低音域から、モットーの変形と見られるコラールが立ち上り、余韻を長く残して、静かに集結する。 ありがとうございます。